ます。あれお疲れ様です。お疲れ様です。全然びっくりしなかったですね。なんでおるん。いや、ちょっと続いていこうかなと思って。何に。今日ちょっと大谷さんのリリちゃんのカレンダー見たら、なんか濃そうだったんで、1日半日午後から、まあ3件行く予定はあるけど、ついてこうかなと思って。あ、ガチで仕事のあれについてくる。そうそう。ああ、いいよ。そうやな、足場現調とかするから。あ、そうなんですか。結構足場現調、そう、うちの会社営業がやってて、はい、なんかもともと足場班がやってたけど、はい、なんかまた営業がすることになって。あらしいですね。てかリリちゃんですね、何しに来たんとか言ってる割に、こう案外準備してくれてて、ありがとうございます。いや、あ、大丈夫やった。それ忘れてたけど大丈夫やった。大丈夫じゃないですか。ありがとうございます。準備してくれてて。いや、これ、いや、準備っつうか、いや、準備ですよ。あ、準備ですか。いや、もともとも一回お客さんにちょっと声かけてみましょうか。見てくれてる人です。あ、そうなんですか。そう。はいはい。あ、乗り換え道場です。あ、どうぞ。あ、こんにちは。あ、とっても大丈夫ですか。いつも見てくださってるんですよね。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。社長が切りちゃうのでね。本当ですか。ありがとうございます。一応今日塗料をちょっと持ってきたんで、塗料を下ろしてでちょっと足場登って確認するので、はいはい。さっきの現場でやったシーリング材は、はい。シーリングの職人が入ってやってたけど、はい、今回のはまあ目地っていうのがないから、はい、クラックひびの補修とか、あとまあなんかつなぎ目、ちょっとしたつなぎ目の補修だから、はい、こういう1液のカートリッジ式のやつでシーリングのガンに入れてキャップつけて打つ感じですね、はい、少量だったらやる面積が少なかったらこういうカートリッジでやりますね、はい。何持ってくるんですか。まあサイズを測るんで、スケール、はい、長さ測るんで、はい、上に登っていきました。はい、さっきのシーリングで、はい、こういうこととか、はい、補修したり。はい、まあ暗く、ここの面あんま暗くないけど、はい、ちょっと暗く入ってるところがあったから、それをシールで補修したりっていうので、はい、そうですね、シーリング材を持ってきたって感じですね。でこれの上から板金を乗せる工事をするから、はい、それのサイズを測るんですけど、はい、ここの大きさとこの段になってるところが何センチなのかっていうのが分かれば、なんか上から重なるから、はい、ぴったりさ合う板金、はい、じゃないとさパズルみたいにあかんから、はい、そうやな、多分ここの段になってるところと大きさが分かればいいから、スケール合わせたところの、あと厚さ、この段になってるところの。あっちからこっちの長さとかがいいんですか。別に多分測った方がいいねんけど、まあそれは図面とかから拾うはちょっと測るのが大変なんで、あ、この軒天はまあ普通に塗るけど、いつもだいたい白い軒天の家が多いと思うけど、今回これ木を生かすために木専用の柱で凍るっていう、まあ聞いたことある人多いかな、一般の人でも。結構一般の人でも知ってる人はちょいちょいおって、はい、なんか吸い込む塗料で防風効果とかもあって、はい、腐らないみたいなで、はい、色も一応ちょっとはつくけど、はい、まあペタって塗るような塗料じゃないから、あんまり色はがっつりはつかないけど、はい、まあそういう防風剤効果の入った塗料をこの家では塗りますね。機能風合いを生かしたい人とか、和風の家とかだったら、はい、岸田でコールで塗る人が多いですね。はい、うん、次ははい、近隣挨拶と足場現調ですね。おお。そう、来週は着工の現場があるから、それの足場現調と近隣挨拶に行きます。はい、まあ、近隣挨拶はちょっとあんま取れへんかもしれんけど。そうですね。では次の現場にレッツゴー。はい。私は現地と近隣挨拶行こうとしたんですけど、はい、ちょっとすごい雨が降ってきて、まあ、小雨ぐらいやったらしようかなと思ったけど、はい、まあちょっと何スケールで測ったりするから、はい、ちょっと雨やったら大変やから、はいはい、ちょっと雨やんだ時に、まあ、いつやむねんって感じやねんけど、はい、最近あれやから梅雨やから、はい、まあ、まだもうちょっと着工まで時間あるから、また雨の弱い日に行こうかなと思います。これ、はい、予定入ってたじゃないですか、うん、もう足場現場行くって、うん、これ雨で流れた時はどうするんですか？事務所帰って、あ、事務所に帰ってまあなんか事務処理やって、はい、って感じかな。でも足場現場やったら足場現場の時はもう刺さってメモ程度に書いてるから、はい、もうそれを清書して足場班に送るみたいな感じかな。まあでも今日は、まあ、事務処理ささっとして、はい、帰宅って感じですね。早く帰りましょう今日は。そうですね、早く帰りましょう。検査ですね。はい。まあ塗装全部終わったんで、はい、まあ解体する前に検査っていうのをやってるんで、はい、はい、見ていきましょうか。はい。どこから見ていくんですか？まあだいたいもう上に一回登って上からぐるっと見ていくみたいな。ぐるって見ていく感じですね。見るところとしては。塗り残しとかちょっとピュッてどっかの塗料ついてるんないかなとか見るんですけど、はい、ちょっとこれとか多分錆止めがちょっと養生剥がした時とかのやつがついちゃったのかな。あ、ここお願いし、結構まあ養生してるじゃないですか、はい、それとか剥がした時に多分養生のテープについた分とかがペロペロってなっちゃうこととかが多分あるんだと思います。そうですね、まあこれちなみに調色してもらって、はい、元の色っぽく、はい、すごいサッシの色に合わせてやってくれました。調色でないんですかこの色？基本いやまああるっちゃあるけど、はい、まあ、現場でやってもらった方がぴったりの、まあ、一応私たちでなんと色見本帳で、はい、短冊のやつで合わせたりもするけど、まあそうですね、すごい。ここは朝食してもらいました。あ、すみません。ここもいいですか。はい。これその場で直してください。そうそう、その場で直してもらいます。ありがとうございます。検査終わりました。はい。はい。大谷さん、あれなんですね。こういうことやってるんですね。こういうことやってますね。もう。結構外に出てることが多いな、はい、うん、結構今現場多くて、はい、はい、採血ばっかしてるかと思いました。採血献血の話、献血、まあこんな感じで結構現場行って、そうです、結構大変ですね。お客さんと話したり職人さんと話したりっていう感じですね。ちょっと日にちは違えど、まあそうですね、正直ちょっと日にちはね飛んじゃうんですけど、訳あって、はい、はい、そんな感じですね。はい、じゃあ、はい、いつもの宣伝の情報、はい、求人マッチングと、はい、あと、まあ、外壁塗装したいお客さんと施工店をつなぐマッチングサイト、はい、あと神奈川県の足場とシーリングですね。足場とシーリングの職人さん、はい、ぜひ集まってないみたいなんで、はい、ぜひ弊社までご連絡お願いします。お願いします。あと個人チャンネルの方もお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。では、まあ今回は私の仕事紹介ということで、はい。はい。ではぜひ外壁塗装をお考えの、はい。愛知県、岐阜県の一部、三重県の一部の方、よろしくお願いします。お願いします。弊社までご連絡。はい。ではまた見てね。急に営業じゃないですか。一応営業ですから、そりゃそうじゃないですか。